皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの萩原渉です。始まりましたアナウンサーのクスクス。この番組はですね、 OHK のアナウンサーが日替わりで様々な内容のコンテンツを皆さんにお届けしていこうというものなんです。このクスクス始まってもう1ヶ月ぐらい経つんですけれども、実は私が担当するのは今回が初めてなんです。今回はね、水曜日の篠田アナウンサーがやることが多いんですが、そのピンチヒッターとして登場いたしました。で、まあ、後輩たち、それから先輩堀さんもそうなんですけど、どんなことをやろうかなというふうにいろいろ考えたんですが、まあ、今年で入社23年目になりまして、岡山生まれ岡山育ちのアナウンサーとして OHK でさまざまな番組を担当しているんですけれども、まあ、普段番組の中で標準語で喋ることが当然当たり前なんですが、岡山弁でね、堂々と喋ることができないんですよね。ついポロッとこう岡山弁が出たりすることはあるんですが、それもなんで今の岡山弁じゃないっていうふうに言われることが多いんですよ。で、私岡山のことが大好きで、岡山弁が大好きなのになかなかそういう機会がないので、このクスクスでは岡山弁愛を丸出しにして、岡山弁でやっていこうかなと思っています。この東京一極集中と言われる時代に、地方の良さを見直す一つの大きなきっかけになるのが方言だと思っています。このクスクスを通じて皆さんが少しでも岡山弁、そして岡山のことを好きになってくれたらなというふうに思っています。それではタイトル参りますよ。岡山弁で行こうや、萩原渉のインデンニョレ。はい、萩原渉のインデニオレなんですけれども、ここからちょっと岡山弁丸出しでやってみようかなと思うんですが、なかなか普段気をつけてるときは岡山弁ってこうポロッとこう出てしまうこともあるんですけれども、岡山弁で喋ろうっていうことになるとなかなか出にくいんですね。もうこれ23年間標準語で喋ることをずっとこう鍛え続けられてますから、できるかな。しかもこの一人のスタジオでカメラに向かって一人喋りで岡山弁ってちょっとハードルが高えんじゃけど、頑張ってやってみよう思うとおります。はい、で最初、初回はですね、このインデニョーレのまずこれどういうことならと、岡山弁で普段喋ってる岡山の人でも分からない人が多いんじゃないかな思うて、でこれインデニョーレをまずちょっと解説していきたいなと思うんだけど、まずこれインデニョーレってね、インデニョーレってな、インデとニョーレの2つからできとんですわ。でこのインデとニョーレのまずこれインデから説明していきますけども、インデっていうのはね、犬です。犬、ドッグじゃないですよ。犬っていう、これ古代あれですね、昔の言葉、古文なんかに出てきますけども、カエルとかサルっていう意味があるんですよね、犬で。これがまだ岡山では連綿と、都会ではもう失われてしまった言葉ですが、岡山ではまだ生きとる、生きとるのがすげえや。これ岡山でずっと使われとるっていうのはすげえな。でこの犬が変化してインデっていうのは、だから帰ってとか去ってっていう意味ですよ。帰って去って、もうはよあんたインドキネーとか、もうインドカレーとかいう、インドカレーってインドのカレーじゃなくて帰っておきなさいってことなんですけどね、インドカレーとか、もうそろそろイノーヤとかイヌルデとか言ったりする、そのインデが帰って去ってがあって、じゃあ次ニョーレーはこれです。寝よーるが寝ているなんですけども、この寝ているを命令形にしたら寝ようれになります。寝ようれで、寝ようれローマ字で書くと EYOU なんですけど、このえようが岡山弁の場合は超音化してにょーれになります。寝ていなさい、にょーれ、寝ていなさいですね。したがっていいかな、イオンモールの皆さん、お客さん、それから YouTube を見とる皆さん、インデニョーレは帰って寝ていなさいっていう意味になるんですよ。いいですか、わかりました。インデニョーレ、帰って寝とけと、帰って寝ていなさいっていうことなんです。それでは実際にどういうシチュエーションでこのインデニョーレを使うのかっていうのをちょっと実例を挙げて説明していきたいと思います。まず例えばこれ私もそうだったんじゃけど、中学校の時に部活でちょっと体の調子が悪いと、で顧問の先生に、体調がちょっと悪いんじゃけどみたいなことを言うわけですね。こんな感じになるんですけれども、生徒が、先生ちょっと気分が、もう気分が悪いんじゃ、今日ちょっと気分が悪いんじゃ、言うたら先生はおめもインデニョーレ、帰って寝とけと、
いうのをインデ尿霊というふうに言うわけですね。じゃあちょっとこれ応用編でインデ尿霊以外にどういうふうに言うのかっていうと、例えば女性の方が優しく言う場合、このインデ尿霊ってちょっときついんですけども、先生ちょっと死にそうじゃとか言ったりすると、先生がもうインデ尿霊っていうふうに言うわけですよ。インデ尿霊。藤本アナウンサーのようなね、女性の保健の先生に言われたらちょっとこうもう本当にもうメロメロになりますよね。インデ尿霊。それから例えばデートとかコンパとか終わってちょっとこういい雰囲気になって、男性が岡山弁の女性をこう口説こうとするときに使う言葉、こういうふうに言います。インデ尿や、そろそろうちに帰って、インデ尿やっていうふうに言ったりします。インデ尿や使ってみてください。インデ尿や、もう多分女性はものすごく気持ち悪がると思います。さあ、インデ尿霊について説明をしたところで、ここからはですね、後半は皆さんから寄せられた岡山弁に関するさまざまな意見とかエピソード、質問などを紹介していこうと思います。ただ今日は初回ですので皆さんからのメッセージがありません。で、以前はですね、私が担当しているナンションという番組で、ナンション知恵袋というコーナーをやりました。その中で一番盛り上がったのが、さまざまなやっぱりね、岡山弁に関することなんですね。こんな岡山弁があったよとか、こんなんどこで使うよとか、これ知っとるみたいなのがたくさんあって、そういうのをちょっとね、紹介できなかったものを今日用意しましたので、そこから紹介していきたいと思いますね。まずこれ下げますね。1つ目、けんちゃんさん、総社市の66歳の男性ですが、県北のご出身の方です。ありがとうございます。県北の生まれです。幼少の頃つまずいて転ぶことを欠板づいて転んだと言っていました。今頃そんな言葉は聞いたことがありません。皆さんはご存知でしょうかというお便りです。ありがとうございました。すいませんね、2月に難所宛てにいただいてたんですけども、この6月を、ね、過ぎてこのクスクスで紹介することになりました。欠板づく、聞いたことあるな、聞いたことある人、聞いたことある人、イオンモール岡山で今何十人か手を挙げてくれてると思いますが、標準語で言うとけつまずくですね。けつまずくが岡山弁で欠板づく、これも地域によって差があるのかなと思いますけども、聞いたことあるけど使ったことはねえな。親父やお袋はどうじゃったかな、欠板づく、欠板づかれなよとか、欠板じいたらな、そうそう、欠板づいてなんですけど、これういずいはいいになりますから、岡山弁だとより流暢にいくと欠板じいてになるんですね。欠板じいて、で使ってみてください。欠板じいて、母音の連続は長音になるという法則がありまして、赤いは赤い、あえあいはあけになります。しかもエポーの時のエズ、あとエの真ん中のエポー、あけあけあけで、例えば丸いっていうのはマリー、うい、マリー、マリーいいですか、マリー、これだから欠板づいては欠板じいてになります。皆さんも転んだ時の言葉ちょっと教えてください。続いてお二方目、玉尾さんです。37歳の男性、ありがとうございます。玉野市在住ですが、幼い頃祖父や近所のお年寄りの方がコッパや番号という言葉を使っていました。今でもたまに使っている方がいますが、これは岡山の方言なんでしょうか。また岡山の方言なら全域で通用する言葉なのかも知りたいです。どうでしょう、コッパ、コッパ、コッパなんとかじゃっていうのは聞いたことはありますね。コッパみじんのコッパーと一緒なんでしょうかね。どうでしょうか、情報を待ちしてます。番号、玉野では番号って言いますか。僕岡山市の南部の方ですけど、子供の頃はね、番号って言ってました。番号、まあ、番号めげとるがん、番号ももげしょうとるがんみたいな使い方ですね。でこれは僕 の、 一緒に仕事をしている記者の方、流暢な岡山弁を使う同世代の記者がいますが、この人も番号って使います。強調する言葉、ボッケー、デーレー、ボンゲーあたりはこれ横綱級、大関級なんですけども、それ以外にも例えばブチとか、まあ、広島はブチが多いかな、あとこのバンコとかで、これもこんなバリエーションあるよとか、マニワ市ではこうだよというのをぜひ送ってください。お三方目、岸下さん、ファンさん、岸下さん、ファンさんからです。ありがとうございます。夕方のニュース、岸下さん頑張ってますので、ね、見てください。
倉敷市の小島地区在住45歳の女性です。ありがとうございます。倉敷市の小島地区、大声で怒鳴り散らすことをおらび回る、おらび歩くなどと言います。ただ家族などごく親しい人との会話で使う程度で、友人や会社では使いません。これもナンションで取り上げてかなり盛り上がったんですけれどもね、オラブ、大声で叫んだり怒鳴ったりすることをオラブで、これ聞いたことなくはなかったんです。友達が、水島の方の友達が昔ちょっと使っていて、でただ番組で紹介した時にオラブオラブって言ってたら、オラブじゃないんです、オラブですっていうあの指摘がありまして、あ、オラブって言うんだと思って、で父親に聞いたら、母親もそうだったんですが、オラブ言うよ、ただ僕は日常生活あんま使わんのんじゃけどな思って、オラブでね、これオラビ回るとかオラビ歩くっていう風に言うんですけど、なんとかし回るとかなんとかし歩くっていうのは結構強調で使っていて、もうこぼし歩かれなとか、子供がなんかお菓子持っててボロボロこぼしとって、もうこぼされなっていうのをさらに強調するときに、もうこぼし歩かれなとか、こぼし回る、こぼし回れな、ちょっとなんなら巻き舌で言うんですね。うちの父親よく言ってましたね、もうあのいろんなところ落ち着きがなくて歩いてたら、もう歩き歩くな、歩き歩くな、これもぜひ使ってみてください。上級編だと思いますけども、まあ、このようにですね、この萩原渉がお送りするクスクスでは、岡山弁に関するさまざまなこと、エピソードや質問、それからいろんなことね、情報をお待ちしています。でどん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 これ膨らませていきたいなと思っとるんで、ぜひお寄せください。はい、お待ちしています。さあ、こんなこんなで、こんなこで、そんなこんなで進めてきたんですけども、いろいろ面白い岡山弁があると思うんでね、皆さんもぜひあの教えてください。あ、岡山弁で喋ったらすげえこうストレスが発散されますけど、やっぱり難しいもんですね。ついつい標準語で喋ってしまいますね。次回からもっと岡山弁をブラッシュアップして岡山弁でいきたいと思います。それでは皆さんもご一緒に岡山弁でいこうや、萩原渉のインデニョーレー。また次回、もし次回があれば